はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。軍艦どころ海鮮の料理長板前龍です。さあ本日なんですが、軍艦どころ海鮮にですね、新鮮な生きのいい、マグロが入荷しましたんで、本日は、こちらのマグロさばいていくさばいていく、本日のこの前のマグロ、この、ちょっとまあ、大間からね、取り寄せたマグロなんですけども、これ自分の、まあ、ネタが、相手に戦闘ダメージを、お客様にですね、お客様に戦闘ダメージを与えた場合に、このカードを、まあ、この、まあ、ネタですね、このネタを手札から特殊化できるよって効果ありまして、で、このネタお客様にダイレクトアタックができるという効果があります。で、このカードがお客様に、ダメージを、与えた場合、まあ、要はお会計を、される場合、このネタとチューナー以外の自分のネタを1体リリースすると、そのリリースした、まあ、ゴミ箱にネタをぶん投げて、でゴミ箱にぶん投げたネタと同じレベルの、まあ、エレキシンクロモンスターを、デッキから出せますよということで、まあ、ご提供できますと、新しいネタを、これでですね、こちらも新しく入荷した、まあ、牛ですね、牛肉です。はい、まあ、今日結構高級料理店目指しておりまして、マグロと牛肉を入荷しておりましたので、まあ、こちらを、お客様の、まあ、顔面にぶん投げていくという、まあ、そういうデッキですね。はい、まあ、シナジーなんですけども、このエレキハダマグロさん、意外とその戦闘ダメージを与えた場合の効果があって、でしかもレベル4のモンスターと一緒に採用すると結構これ簡単に出せるので、なのでレベル4の軸のデッキで、かつダイレクトアタックができるデッキと相性がいいんですよ。で、軍艦デッキってダイレクトアタックができる超最強モンスターがウニの型2番艦ってやつがいますし、あと戦闘ダメージを与えると相手のカード破壊できる系のカードとかもあって、なんか割とね、戦闘系の効果とすごい相性がいいんですよね。しかもレベル4ですし、ということで、この圧倒的シナジーを今日はお見合いしていきたいと思います。これ意外とね、皆さんネタデッキかと思われてるかもしれませんが、なんか意外と強いです意外と強いのがポイント。では早速さばいていく、デュエルスタンバイ。いらっしゃいませ皆さん、本日はですね、新商品が入荷しましたんでね、皆さんにも、お届けをしていこうというふうに思っております。出た、バルモニカ来た、バルモニカ来た。あれですね、まあ、ペンデラム幼女なのかな、ちょっとわかんない、ASMR テーマ、ASMR テーマで、セレトリーチェ帰ってきて、でセレトリーチェ回収、セレトリーチェ召喚、無限紅葉、ターンエンドまででお願いします。はい、バルモニカ効果発動、ちょ黙れ、ちょお前一回黙れ。はい、一旦無限紅葉で、お客を黙らせてお客を黙らせて、で客黙った。ちなみにこれカウンターが乗ってないとね、リンク召喚の出会いんで、スレイドリーチェさん、あーしょ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 あるぞ、ある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 ぞ、あるぞ。ちょっと G だけやめてくれ、まあ、G 打たれたらもう突っ走るしかねえ。とりあえず一回召喚はできる、一旦シライを召喚効果発動で、よしダボライよし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 、でデッキの一番上にもちろんシャリを置いていくぜ。まあお客様の寿司をまあ準備する期間といったところですね。はい、まあ、とりあえずデッキトップにシャリとシャリとシャリを置きまして、一旦イクラをちょっと置かせてもろて、デッキトップなんかあんな、あうららこうぐらいしかうららのとこないもんね。あいやいやいや、うららオッケーです。で晴れうらら効果、イクラの軍艦の効果は無効になりました。いくら一貫、お待ち、お待ちどうさまです。ドローできないんで、いくらの、効果が2回攻撃が付与されました。バトルフェーズいきます、バトル行くぜ。いくら型1番艦で攻撃、戦闘ダメージを当てたため、いくら型1番艦の効果によってペンデラムスケールを爆破、バキーン、そしてダメージを当てた場合、エレキハダマグロの効果を発動マグロ入荷、マグロ効果、マグロがダメージを与えた場合、手札のモンスターをリリースして、そのモンスターと同じレベルの、寿司ネタを用意、うおエレキウキダイレクトアタック、効果発動、エレキウキの効果によってマグロゴミ箱から回収、保健所ムーブ、いけエレキマイラ、うわどら
でお前の手が一回でトップに戻しな。よし。結構強くてくさ。で、超雷竜、サンダードラゴン、ユニバー召喚。そして、エクシーズモンスターが戦闘このため、うわっ、いっけ、客の前に、大将爆弾、バゴーン。この動き、強っ。あーなんか、ハンドはまあ悪くはないぐらいのハンドしてるな。なんもねえけど。マジシャンズソウルズだと、何？マジシャンズソウルズちょっと何デッキかわからないよね、これだけ見てもね。なんかブラマジデッキではほぼないんだけど、まあ、ブラマジデッキの可能性も全然あるし、あとなんかエンデミオンとかもあるし、スネークアイとかもあるんだよな。なんかわかんねえ。これだけ見ても出張性能高え、お前も。っていうか、ブルーアイズさ、めっちゃ新規来てさ、なんかストラクも発売されること確定したじゃないですか。あ、普通に考えて、あれっすよね、ブラックマジシャンにも新規よみたいな話もありますよね。デッキから、真の光置いていいんだったら、永遠の魂もデッキから置いていいだろうって思うんだけど、どう？そんなことない。なんかブルーアイズとブラマジの格差激しくなったんだけど、今度。これ次のストラクによって。ブラマジめちゃくちゃなんかよ、もともとはそんな強くなかったけど、なんかブルーアイズはより弱くて、なんかそのブルーアイズの方がどっちかっていうと格はさ、あの下だったんですよね。ブラマジよりかは全然。なんか立場逆転してませんか？おかしいですよね。主人公デッキですよ。まあ別にブルーアイズデッキも好きだから別にいいんだけど、全然ホルスだったわ。普通に相手のデッキ普通におかしくないかっていう話はしてるんで、僕は今なんでブルーアイズがあんな意味わかんない新規をいっぱいもらって、ブラックマジシャンは何もらえたんですか？デッキから A の魂を置く、あのカードください。え、てかマジシャンズソウルズ、ソウルとロットとローブがあるんでしょう。あと何やとないやつ、マジシャンズ、マジシャンズハットとかマジシャンズシューズとかもう帽子とハット、ハンド強いな。帽子となんかあのあれしかなくね、帽子とさ、靴？あと、くらいしかないんじゃねって話だけどな。やべ、って待って、エンディミオンのスピード魔法ってこれ何に使うのこれ。わかんないけど、なんかとりあえずカウンターがめっちゃ置かれるっていうことだけは知ってるわ。すみません、エンディミオンはエアップすぎてわかりません。魔法としてエンディミオンはなんか魔法カードがいっぱい使われるとなんか、カウンターめっちゃ置かれるっていうことしか知りません。わかりません。紋章銃レオ。やべえ、なんかこの間もなんかホルスで紋章銃使ってる人いたんだよな。ちょっとわかんねえ。ベルナーズファルコン来た。レベル5以上のモンスターのレベルを4にする。この間も使うだ。これなんか流行ってんのこれ。なんかね、じゃあこれは相性いいんだよね。なんかホルスがめっちゃ出てきて、でなんか紋章銃ベルナーズファルコンとかに本当誰やねんみたいな、お前誰やみたいなやつ出てきて、で召喚されるじゃんこれ。そしたらレベルがね4になんか合うっていうね。レベル4のモンスターがいっぱい並ぶっていうギミックとしてはこれめちゃくちゃ優秀だなと思いました、この間。さあレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシエツ召喚、バカーレイドトースフォースストリックス、えラック4じゃんこれ。てかレイドラプターズもそろそろマスターディールに新規来るはずですね。はい、レイドラプターズシンギングレイニアス、何シンギングレイニアス、こっちとなんか雲行きが怪しいな。これなんか俺が知ってるホルスデッキの動きはとうに超えてるんだけど、どういうこと。レイドラプターズワイズストリックス、やばい。デッキから闇属性超持続レベル4モンスターを1体守備表示特殊召喚きた。レイドラプターズストラングルレニアス、これやばい普通に。あれ待って、ランクアップマジックとかサーチしてくんだな。これ何するまんこれ。レベル4のモンスターに出てオーバーレイ、なんかもうフォースかこれ。やばい、ランクアップマジックサーチされるやん、あかんやん。さあレイドラプターズフォースストリクション効果、オーバーレイユニットを1つ使うと超持続、闇属性レベル4モンスターを手札に加えるレイダーズウィングきた。でワイズストリクションの効果によってランクアップマジックファントムナイツラウンチ、いやーそれはやばいな。ファントムナイツラウンチをサーチするデッキにろくなデッキは基本的にないと言われてるんだけどまともなデッキは存在しないと言われてるんだけど、なんかファントムナイツラウンチをサーチするデッキに関してはホルスの祝福ドゥアムテク、はい、ケベンセルフ、はい、これマジで何、なんかホルスと相性いいの？レイドラプターズって知らんけど、なんかランク8ってあんまセレマティッククラティス、誰だよお前、誰だよオーケツキ、
ちょ、ま、全員誰ちょ、わからんわからんわからん。カウンターを取り除いて、なんかそんなことあんの。敵から魔法カード、魔法使い族か魔法か、カード1枚手段変える。強いやん。マジかよ、強いやん。謎の効果で大決起。ちょ、知らない知らない。あなた誰。一旦に自分のフィールドのエクシーサーズのフィールドのエクシーズモンスターいった対象にそのモンスターのランクを一つ下げ、攻撃が300ダウンする。マジで誰だよ。で、レイダーズウィングの効果、セレマティッククラティスの素材を1個取り除く。で、レベル4が出てきた。ちょ、マジでこれ何、これマジで。ちょ、あまりにも誰やねんモンスターが、あの縦横無尽にフィールドを駆け巡ってるんだけど、これ誰ですか。ベルズナイトベア凝らしてるわ。これエクシーズ、あ、じゃあ、エクシーズスタイル1個届いて相手のフィールドの特殊化されたモンスターを裏側にするっていう効果ですね。スキノショーの内臓みたいな。ストラングルレイニアスとフォーストリックスでアーレスピリットルナイト。なるほど。このか、あ、除外、はい。あ、マジシャンソウルズ除外、なんか謎に除外された。ソウルズどっか行った。除外する必要あんのか。あ、盤面開けてえのか。無の煉獄どっか行った。やばい。ちょっとこれあれか、あ、そういうことか。これ闇属性ランクならってこと。素材がない。え、これもしかして俺、これもしかしてなんだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、これ得て対は拒否されるんじゃないの。え、カリーガってこと。ちょっと待って待って、さすがにやばいでしょ。セレマティッククラティスランク7にしたらそういうこと。おい、ふざけんなよマジで。ふざ、どういうデッキだよこれ。そんな回りくどいことしないとカリーガ出せないことある。いや、もうライズストリックスってなんかこねくり回してるけどさ、そんなことせんくてもいけるけどな普通に。ちょっと一旦先玉いきます。でもうあとフィールドのカードの全部効果無効になってるんで、カリーガさんはなんかカラムティとかとは違って自分のモンスターの効果全部無効にするんですよね。ワンチャンあれ殴ってアーゼウスしたら勝てません。勝てるんじゃねマジでこれ。いけそうだな。いけそうじゃない。一番感出すじゃん、一番感出すじゃん。でバトルすんじゃんこれ。あー、ティフォンか。バトルすんじゃん。でこれまあ一旦ですね、とりあえずリトルナイトはしょんないといけないから、リトルでしょるじゃん。ハリーはちなみに魔法タップカード全部パスするよみたいなことあるんで、あ、これ使わないで、メイン2で、これアーゼスのせんじゃん。え、これ相手のドロフレ流したらいけんじゃねこれちなみにあのカラメティさんとことちゃって、あのカリーガさんの良くないところはフィールドの全カードの効果を無効にするから、自分のフィールド上のモンスターも全部無効になっちゃうんですよね。これだからドロフレってこれからもう流せばえ、これもしかしてドヤ顔カリーがこれ、ドヤ顔カリーがそれるのマジ。さすが板前、板前マジ、板前最強すぎる。あまりにもやった、反返ってきたんだけど。え、いいんすか、いいんすか、いいんすか。ちょっと展開します。あとイクラを、召喚しまして、でイクラ効果発動する。これシャリ来てほしいな。で、来たシャリ、まあ、6回ぐらい入ってるからシャリ来る、あ、来るでしょうねそりゃ。6枚入ってんだからシャリ6個しかない水もどうかと思うけどな。で、特殊召喚するんだろう。で、バトルフェイス入る。64しかねえから多分いけんだよこれ。もう200でダメージステップ、エレキャラマグロ入荷マグロ入荷、ぶん殴りで、ぶん殴るで、マグロ効果、マグロの効果によってフィールド上のモンスターをリリース。うお、いけ、エレキウキ特殊召喚、これで攻撃し、エレキウキの効果を発動。自分の墓地のエレキモンスターと、フィールド上のイカズズゴデッキの墓地シンクロ召喚、あらあれよエレキワイラ、うわっと効果発動。お客様の手札をデッキに戻す。うわっ、板前ダイレクトアタック、うわっ、またのご来店をお待ちしております。対戦ありがとうございました。